鹿児島県に洪水警報が発表されました。鹿児島県中種町に洪水警報が発表されました。種子島ですと大レベルの激しい雨の報告が届いております。雨雲レーダーを重ねると発達した雲が流れ込んできています。現地からいただいたリポートです。鹿児島県中種町から、先ほどより雨雷がひどくなりました。道路が雨水で見えなくなっていきましたといただいております。このように道路が冠水してしまっているような、そういった状況ですね。そしてこちらです。降水量をご覧いただいております。今日の最大時間降水量、鹿児島県中種では1時50分までの1時間で101ミリの猛烈な雨を観測しました。101ミリの猛烈な雨観測しております。この雨雲の様子なんですけれども、今かかっておりますね。また今後この雨雲自体は南東方向へと移動していく見込みです。ただ非常に激しい雨がまだ続く予想となっております。この後も安全な場所で過ごすようにしてください。ウェザーニュースのアプリからはこのように最新の情報を確認することができます。ご活用ください。